ライトウキョウトイボックスで桃田桃役を演じます足立梨花です。11話の見どころは、花子がスタジオ G3 と初めてこうちゃんと仲間になって一緒にそのデスハエをもっと盛り上げよう、もっといいものにしようというふうにしていくところ、そしてあの人が帰ってくるかもしれないというところを皆さんに見てほしいなと思います。大東京トイバックス夜11時55分からです。見てください。ホリプロ公式携帯サイトホリプロスクエアでプレゼントが当たるクイズを出してます。ぜひ皆さんそちらもご覧ください。